ライどうも、コライオンでーす。さあ、今回も少し手短に行きますよ。こちらのシェアニュースジャパンにこのような記事が出ていました。これ、このシャワーヘッド。じゃじゃそれじゃない。こっち。小室さん夫妻の警備に最大で年間8億円の極秘計画。税金から捻出か。何事かというと、こちらちょっと読んでみましょう。 小室さん夫妻の警備に、小室さん夫妻、いわゆる一般人ですよね、今や。警備に最大で年間8億円の極秘計画。外交機密費から捻出か外交機密費といえばもちろん税金ですよね。どういうことなのか。記事によると、小室さん、マコさんのニューヨーク暮らしを支えるため、外交機密費を投じる 極秘計画が政府内で浮上していいるという自宅マンションに24時間常駐するようなプライベートな警備はついていません。ただ、日本の警察からニューヨーク総領事館に出向している警察官2名が、毎日小物さん宅の周囲の見回りを行っています。政府関係者による。これだけでは万が一の事態が生じた際に迅速に対応するのは難しい。そこで浮上したのが、 警備をニューヨークの民間警備会社に委託するという案だった。本市、週刊新庁が、米国警備事情に詳しい警備会社に実際に見積もりを依頼したところ、一番安いプランですら、月額およそ3900万円、月額ですよ。月額3900万円、指定の常駐中警備なども加えると、 なん、なん、なん、なんと月額費用約7000万円を超えると、いうことだそうです。年間約8億円にも上ります。これが税金からね、一般人の警備のために使用されると、いうことです。そもそもこちらの外務省報奨費とは、外務省報奨費とは、外交政策において必要な場合、 支出される経費。外務機密費とも呼ばれる。全省庁の中で最も高く、毎年30億円近く計上されている。2001年に外務省機密費流用事件が発覚し、世間から大きな注目を集めた。また、3分の1近くが秘密裏に内閣官房報酬費に上納されている疑惑が存在した。国会議決を経ない上納は、 経費の流用を禁止した財政法違反に該当すすると指摘されていますそして、小室圭といえば、いやいや、もう皆さんご存知ですから、ここは飛ばして。では、ネットではどのような反応があったのか、見ていきますよ。うちは児童手当満額もらえないのだけど、それよりこれが大事なのたった数万円だよ。ここには、 八億円も払えるのに。金の無駄遣い必要なところに計上してほしいわ。道理で税金いっぱい取られるわけだ。税金使うところ間違ってるやろ。ウクライナ女性下でこのようなことが進んでいるなんて。一般市民は女性金さえもらうの難しいのに。 自分の身は自分の稼ぎで守れよ。まさに。そういうことですよね。まあ、我々一般市民は、世界的重税国家であるこの日本で、むしり取られ、税金をむしり取られ、給料もさほど上がることなく、税金は上がり、最近になって、インフレで、物も値段が、ガンガン上がってますよね。ひいひい言ってんのにね。 生活するだけでも、こんなところに8億円も税金が投入されているというこの事実。さらに、コメントいくつか見てみましょうか。一時金を辞退してもそれ以上の税金が毎年、ま子さんと経験に使われているかと思うと腹が立つ。本当に自由になりたいなら警備も断るか、自分たちで稼いで払うべき。プータローに8億円って、 いい加減にしろ、ちょめちょめ。一般人に8億円ふざけんなよ。それやりたいなら国民全員に8億円配ってからやれ。といったこのような、ね、コメントが無数に書き込まれていますね。まあ当然の反応ですよね。ということでね、今回はそういった事実というか、まあ思惑が 報道されたと。いうことで取り上げてみました。今回は以上となります。